新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、アメリカの人口増加率がこの120年間で最も低い伸びにとどまっていることが明らかになりました。アメリカ国勢調査局によりますと、アメリカの人口はおよそ3億2900万人で、去年7月から今年7月までの全米の人口増加率はわずか 0.35% にとどまりました。少なくとも過去120年間で最も低い増加率だとしています。新型コロナウイルスによる死者が7月までに15万人に上ったことや、感染拡大による経済面の不安などから出生率が下がったことが要因とみられています。